3、2、1、どうぞ。こととか、なんかいつ普通のスタジアムとどこか違う部分があるところが好きです。そうですね、やっぱりまあ日本らしいっていうところと、本当にこうシンプルながらもすごく繊細に作られてるなって、やっぱり日本人の建築だなっていう感じはとってもします。私出身が宮城仙台なんですねっていうところもあって、同じ森っていう字がお読み役仙台なので、森っていう字があるのも含めていいなと思ってます。